JR 東海373系電車373系電車373系電車は1995年に登場した東海旅客鉄道 JR 東海の直流特急系電車である。三ノブ線で運行されていた急行、富士川には国鉄時代に製造された165系急行系電車が充当されていたが、 ほとんどの車両が製造から30年以上経過しており、老朽化や内装の陳腐化が進んでいた。そこで、165系の老朽取り替えを主目的として、185系電車と同様に中長距離普通列車から特急列車まで幅広い運用に応える汎用性の高い車両として開発され、1995年8月から1996年1月に、 かけて3両編成14本、42両が製造され、1995年10月ダイヤ改正から運用を開始している。東京型から、制御電動車、雲波373型、付随車、左ハ373型、制御尺波372系の各形式で汎用性の高いモノクラス3両編成を蘇生する。これを基本単位として、 三両、六両、九両編成で運用される。三ノ線、飯田線など、ローカル線での単編成運用に多く使用するため、本系列では、クリーン車の設定はない。耐腐食性、無塗装化、軽量化の観点から最大長21.3メートルのステンレス構成軽量を構え体を主構像とし、先頭部分の未普通構成として白塗装を施している。 コーポレートカラーでもある、オレンジ色の細体はテープを貼り付けている。前頭部は、多形式との並結を行うなど汎用性を考慮して、貫通構造としている。連結用ホロは、先頭部に埋め込んだフラットな構造とし、特急軽車両のグレードを維持しつつ、新鮮さを醸し出す工夫を施した。前部標識灯は、上下合わせて4灯、後部標識灯は2灯を配する。 客用扉は両開き式で車両端部の片側2カ所に設ける。この扉配置は JR グループの特急軽車両では唯一のもので、出入台と客室を仕切るデッキ扉は省略され、車内保温対策として客用扉の開閉方式は半自動方式とされた。客用扉の隣接部にドア開閉用の押しボタンを設ける。なお、ドアカット機能は搭載していないので、 増結した、6両9両編成だとホームをはみ出す。駅には停車できない。これにより、飯田線の特急、ワイドビューイナロは二編成以上の増結を行っていない。また、ムーンライトながらの定期運用時、下りが豊橋駅から各駅停車する際に、三河塩津駅と岡白橋駅を通過していた。制御電動車で歩くもは373型に、 VVVF インバータや、終電装置、補助電源装置など主要機器を集中搭載し、制御者である、区波372型には、空気圧縮機を搭載する。383K で実績のある機器を多く、採用する。主回路制御は、VVVF インバータ方式を採用し、整流素子にじいておサイリスタを用いた CSC35 を搭載する。 3 8 3系で採用された VVVF インバータ装置に対してソフト変更を行ったものであり、インバータ1機で1機の電動機を制御する、いわゆる 1C1M 構成のインバータを4機備える。JR 東海の在来線電車では3 8 3営電車、量産先行車、1994年に次ぐ採用例であるが、 JR 東海での g ーテを阻止採用は本系列で終了し、本系列の次に製造された313系や700系以降の新幹線電車では、リベット阻止の VVVF インバータが採用された。補助電源装置は135区場の容量を持つ C、SC36 静止系インバータを搭載する。主電動機は、自己通風式カゴ型実産小誘導電動機 C、 MT66 系、1時間定格出力 185kW を搭載する。終電装置は、シングルアーム式の CPS27A 型で、関節部を車体短足に向けた配置で、雲波373型に一機搭載する。トンネル断面が極度に小さい身の部線への入線が、できる、よう、最低作用高さを極力下げた仕様である。 従来の強小トンネル対応車両に見られた低屋根構造は本系列では採用されない。なお、デビュー後はパンタグラフの放音部分が1本のタイプであった。後に2本のものへ全車両が交換された。運転台機器は383系を基本としており、全面系基板に速度系、圧力系とモニタ装置を配している。マスコンはワンハンドル式である。 台車は311系電車の仕様を基本に、牽引装置を一本リンク式に変更した C、DT63、動力台車 CTR248、付随台車である。円錐積層ゴムを用いた、軸箱支持装置、ダイヤフラム型空気バネを直接操作した枕バネは、DT50 系と共通の仕様であり、本系列特有の装備として、ヘビ行動抑制のための溶断化。 空転防止のための砂箱、動力台車のみ、を装備する。ブレーキ装置は、電気指令式で、改正ブレーキ、そもそも速ブレーキを装備するほか、列車本数の少ない区間で、改正執行の発生を防ぐため発電ブレーキも、併設する。基礎ブレーキ装置は、踏みずら片押し式のほか、付随台車では、ディスクブレーキを併設する。保安装置は、 ATSS 型を全編成に装備する。1996年3月イヤ改正用に製造した F6 編成以降は、東日本旅客鉄道、JR 東日本管内乗り入れ運用のため、当初から ATSP 型以下 P 型と略記を併設する。藤川用として製造した初期の F1F5 編成では、P 型の準備工事のみなされていたが、 同改正で F4F5 編成に P 型が追設された。F1F3 編成は、藤川限定運用となったが、後年に P 型追設工事を施行した結果、共通運用が可能となった。2011年以降、JR 東海管内での ATSP 使用開始、及び2012年3月代夜改正での JR 東日本区間への乗り入れ終了に伴い、 p 型から pt 型への換装が完了。座席は各車とも、回転式、リクライニングシートで、横にプラス2列で配置され、座席間隔は 970mm である。各座席には、インアームテーブル、肘掛け内蔵テーブル、灰皿を装備したが、全車禁煙化に伴い灰皿は撤去された。373型、373型では、 連結部寄りに4人掛け、固定テーブル付きのセミコンパートメント席を併設する。区波372型には、車椅子対応用式トイレ、男性専用トイレ、洗面所、テレホンカード式の公衆電話が設けられている。バリアフリー対応として、客用扉へのドアチャイム追設を後年に実施している。車内放送は、特急列車や、 ホームライナーの運用時では自動放送も使用し、普通列車や快速、ムーンライトながらの運用時では車掌による肉声放送のみを行う。詳細は車内放送アナウンスを参照。F1F12 編成の36両、1から12は日本車両製造、F13F14 編成の6両、13、14は日立製作所。 かざと事業所で製造された。2018年4月1日現在、3両編成14本42両全車が、静岡車両区に配置されている。1995年10月1日に、静岡運転所、現在の静岡車両区に配置され、三の線の特急、藤川で運用を開始した。ついで百九十六年三月十六日には、東海道本線特急。 東海、飯田線特急、稲郎と夜高速、ムーンライトながらでの運用を開始し、静岡所属の165系を淘汰した。2009年3月14日のダイヤ改正から、静岡駅熱海駅間及び、浜松駅豊橋駅間で一部の普通列車に運用されている。2012年3月16日までは、静岡駅東京駅間で1往復、給料編成。 運転されていた。特急列車の前運用として、東海道本線のホームライナーにも使用される。2009年3月大夜改正前では、ホームライナー豊橋上り2本、いずれも3両編成、うち1本は下り、ムーンライトながらの名古屋切り離し3両を重頭大垣、名古屋発で飯田線特急、稲ロに使用するための豊橋駅への送り込み。 ホームライナー大垣、6両編成は、昼間、奈良に使用した車両をその日の上り、ムーンライトながらに使用するための返却列車であった。2013年3月16日のダイヤ改正で、ホームライナー豊橋とこの形式が使用される、ホームラナー大垣が廃止されたため、イナロへの送り込みは前日の浜松駅、豊橋駅間の普通列車にて行うことになった。以前は、 三ノブ線でも普通列車として運用されていた時期があったが、こちらは313系の投入に伴い消滅している。2000年には中央再線、セントラルライナーにも313、系増美車落成までの間、一時的に運用されたことがある。ムーンライトながらは2009年3月14日のダイヤ改正によって、年間運転予定に数108日前後の 臨時列車とされ、同時に使用車両は、JR 東日本田町車両センターに配置されている183.189系に付加された。以前より、送り込みと返却を兼ねて運用されていた東京駅、静岡駅間の普通列車はその後も373系のままで運行されていたが、2012年3月17日ダイヤ改正で、運転区間が、東京駅沼津駅間、後に、 東京経由東北本線直通列車に見直され、構図車両センターの E231 系での運行になった。この改正前に、ムーンライトながらの間合い運用として設定されていた、大垣駅前払い期間の3両編成によるに、往復の普通列車に関しては改正後は、運用が1往復へと減少したが、2013年3月16日のダイヤ改正で運用が消滅した。 前述のホームライナー運用廃止と合わせて、豊橋駅前原駅間での定期列車での運行が消滅した。2007年3月改正で特急、東海廃止と2009年3月改正でムーンダイトながら臨時列車化に伴う車両を変更。2012年3月改正での東京駅への乗り入れ廃止。さらに2013年3月改正での豊橋駅。 前原駅間での運用廃止に伴い車両の運用に余裕が生じている。そのため、この車両が配置されている静岡地区では JR 東海が主催するウォーキングイベント、さやかウォーキングの開催時に同社を活用した定員制列車、さわやかウォーキングライナーの運用にも使われており、371系定期運用終了に伴い、ホームライナーでの運用が拡大した。 2017年3月4日のダイヤ改正前後で、これまで文字のみだったホームライナーの全面幕がイラストに変更された。特急列車、快速、ホームライナー、普通列車、過去の定期列車、臨時列車、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。